ほいどごはんの時間やってきました。イエイ、はい、今回はですね、京都府京都市までやってきました。久しぶりです。はい、はい、今回ですね、昔から自分がよく食べに行っていたお増谷さんおー行きたいと思います。久しぶり、はい、はい、楽しみです。行きます。どうぞ。
はい、食べてきました。ごちそうでした。あの柔らかい。スープね。スープ。ね。それとあと本当に中華そば。うん、まあ。ラーメンと中華そばって同じらしいんですけども。なるほどね。あえてなんか中華そばっていう言葉を使いたくなるような。そうだね。なんていうのかこう飾り気がないというか、本当にこう昔ながらのっていうような雰囲気が残ってる。ラーメンでしたね。そうね、なんかスープ一口飲んだ瞬間にちょっときりっとなんか奥にするようなあなんかものを感じたんですけど、なんか実際にちょっとこう唐辛子みたいなのが若干入ってたね。ねえ、なんかそういう雰囲気、なんかそういう味を感じましたね。なるほど。いや、めちゃくちゃ美味しい、うん、いっぱい、うん、で酢を入れると僕はもうバッチリなんですよ、うん、確かに。で多少あっさりめに味付けしてあると思うんですけども、うん、ちゃんとこう醤油も置いてあって、ね、あれでこう自分で調節できるっていうのは最高ですね。ねえ、びっくりしました。はい、ということで大変美味しい一杯でした。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。